今日は、明けて20くん。じゃあ、明けて30。初めて休みます。我々は一日も休みだ。4月2日に契約してさ、5月8日にオープンってバカだよ。全くノープランだったよね。ノープラン。営業し始めて2週目ぐらいに、なんでこんなに何も中身が詰まってないんだろうって思った時に、あ、そうだ、あじろうっていう店は、まずあじろうさんのっていう顔を見るためだけにその一瞬のことしかちょっと考えてなさすぎたよねそのためだけにやったもん。7駅弁の時もさ、ヨロズテングにまつわる何かにしたかったじゃん。ギターの浅野さんっていう人は本当は全然名前違うけど塩島さんが勝手にリュウジって言って、リュウジが結構有力だったじゃん。そうだ、リュウジよくね。でもそうなるとヨロズのメンバー間で放送が起きるかもしれない。そうだね。なんかってやった時にアジローじゃんって言ったんだよね。6周年の前にさ、ここがオープンできてたっていうのは、でかいと思う。そらそうだ、そらそうだ。年末と年始は兄貴っていうのを決めてた。なんか周年ってさ、そう名のある人とか、まあいろんな人いるけど、だから一番に俺は兄貴に、あの人がな、もう愛おしくてしょうがない。日本全国から支持されてますよ、兄貴。なんか好きだから、よくやる。で、2日が、お前よと割り込んで、ようやく出てくれるんだよな。お前よ、歌よ。かっこいい、めっちゃかっこいい。で、3日が、ハザーガードはあんまりそんな一般の人はそんな知らない。じゃあハザーガードって聞こえたんだよ。ガードじゃないよ。ガードだよ。結構ね、いいアルバムを作ってました。あ、そうだ、レコーディングしてました。いや、ハザーガードの日こそここも、スタもすごいことになっちゃう。ますみさーん、これがイージーボイムで、おぉ、無理なーと思って。これで声かけた。実際マルさんはまだちゃんとライブ見てなくって。いや、見ているよ、これ。パピチェスタンだよ。それはアイドル版なんです。この日弾き語りで来てください。そして、よくやってる清志郎のカバーをやってくださいって私はオーダーしてる。最近、アルバイトスタッフとして入ってくれた、たかしくんっていうのが、それでそれ以前にっていうバンドで。マジがボーカルなの？ボーカルギター。初めて聞く。モノラルゾンビだ。大西秀夫さんの、一人で。本当は、だから、大王丸と、ひどちゃんの、ジオジオ大会みたいな感じでやろうかなと思った。ひどちゃんから連絡あって、で、俺一人でやる。ドラムで一人で、これね、めっちゃ面白いんですよ。で、大王丸やる。大王丸。いただきます。もう、4年とか5年ぶりじゃん。今回もう何やるかはもう何も決めてないし。なんか、嬉しい誤算のね、4組だって。これはね、面白いと思う。面白いと思う。それこそ上下行き来して、フェスみたいな感じで。ソールドアウト。さすがです。で、レモネーズは、アジロはね、4時半から。30分早い。で、ソールドアウトなんだけど、庄司丸でライブをやっている映像が上で流れてるので、本来は、チャージ払って、アーティストさんに還元していただきたいところですが、ソールドなので、ここで見れるよ。次は、新橋のゴーゴンズバー。ゴーガンズバー。ゴーガンズバーの、あやこちゃんが、料理を全部作ってくれる。めちゃくちゃうまい、あやこちゃんの料理。出たねー。あ、もう、綺麗どころ女優二人の日だよ。で、若林美穂さんは、去年の、初めて、ドラムと、うん。すごいんだよ。瞬間の出すエネルギーって。お互いに多分、ああ、もっとやりたいなって言うじゃん。音はドラムだけ。庄司丸さん、連続で、ドラムだけで20分って叩いたことあるの？作り方はだからあれでしょ。その20分間。だから休んでもいいよ。もう、いきなりもう、みたいな。もう、いやいやいや、そっちの方が大丈夫。いきなり音止めたり、しそう。で上田雅美さんが、会話ショーに歌ってもらって、前に、すごいなと思ってた。いや。なんか絶対素人じゃねえなって。でも女優さんじゃないか。
役者とか女優さんで、ね、歌いますっていう人いっぱいいらっしゃって、いっぱいいるけど、上手な人いっぱいももちろんいますけど、上野山さんは、あれこの人歌手って方も歌唱力も素晴らしい。じゃあ、ちょっとお手合わせお手合わせ。会いたいとき会わなくていつ。だから音源聞きましたもん。あのギャップ、全然入ってるしさ。なんだけど、その繊細な言葉が、優しくて、結構深い言葉。なんかフレーズが入ってくる。わかりやすい言葉なのに、ぐわってくるっていう、誰でもわかる言葉でぐわってこさせるっていうのがのんちさんにもあるなって思います。ライブ初めてやる人は音源をもらう、譜面を起こすんだよな、音を起こるんだけど、のんちゃんの場合はさ、歌詞で覚えられる。一発聞いただけよ。情景が浮かんで、自分だったらこうしようと。意外とそういう人って今まで一人目だ。木村さんの歌っていうのがまたものすごく私らしい。いいよね、いいよね。あの方のたまらん坂で初めて泣いた。なんかいや、木村秀夫はいいと思うよ。あれ、バンドで来るんだ。めちゃくちゃ楽しみ、めちゃくちゃ楽しみ。あれ、ぶつぶしやろ。どこがいいかな、あれだ、このメンツ。はい。すごい。ロックの日はもう大養生。あのね、今年だけじゃないです。ロックの日に割と大養生、私は、ね、大山さんを呼んでるのが、ロックンロール代表として大山克幸は生きているので、ジャクさんの歌は最高なんでね。この人はさ、ロックもあるし、パンクもあるし、なんか全部あるよね。うん。あと多分お母さんにめっちゃ似てると思う。女装したらめっちゃ綺麗だよ。あ、綺麗だね。そうだよね。山本のろしさんっていうのは、ろくでもない夜の原口さんがすごいおすすめしてくれて、初めてです。いい歌うたいさんだったので、佐々木のともくんがね、この間飲みに来たんで。あ、だからちょっとバンドはあんまり動いてないので、ソロでガンガンドッキングしてーみたいな感じだったんで。俺はもう鉄板だもんね。いや、あの、ニオンのドラマーの、ジャッピーちゃんね。チャッピーさんと庄司丸さんがこの間並んで座ってるのを、あの同じ生き物ですね。久しぶりに片山さんっぽい人見たなって感じがする。なんか俺よりだから一回り違うと10歳違う。うぅー、ちゃんと叩けるってすごいよ。すごいね。庄司丸さんもあとだから10年余裕ってことですよね、ドラマとしても。俺は人生さ、50歳から始まったって思ってる。14歳ぐらいの、ただ一般的に言うと。まあ、そうだね、漢字の読み書きもそうだよ。そうだよ。これはね、ここに、あの、小学館の人が飲みに来る。で、留守所で、小学館で。小学は書ける。館が、館のこっち側書けたんだよ。でも定かでないから、うじゃって書いた。すいません、あの、頭悪いんで、あの、勝手どういう気ですか。あれ、なんでここに今来たんだっけ。あのくらいの年まで、俺も叩くよって。うん、いけるいける。この間、越谷の臨時公演を行った時に、その二組対バンで、これはいいバンドだなっていう。改めて思ったわけですね。改めて。ジョージョブラザーズって、すごくいいね。すごくいいよ。もうね、見てるときに、あ、これはフェスっていうぐらいに、広いところでやってるようなイメージが。そうそうそう。なんか、はい、すごく、そういうアーティストなんだなって。今度は、トマムがやめてな。トマムは、ここのペンキとかやってくれたけど、ね、多分サポートドラマかもしれないけど、まあ、トップモールとかね、こっちから大好きだ。いや、最高のバンドですよ。この2つって結構面白いと思う。面白いと思った。あ、上場となんだって面白いなと思った。でも一番あれはだから、あの、トップコンドの河原くんが上場を見て、そこでもう、うわー、もうすげえってなって、お互いにそんな感じになって、じゃあ、いつもやれば。あ、見たことない人も見てもらってもそうかね。そう。で、レコ発ってことだよね。レコ発。
だってさ、ここの施工4月でさ、いきなり頼んでさ、ここと並行してレコーディングして、で毎週火曜日にあいつらリハやってる。レコーディングがあろうが、ライブがなかろうが、あろうが。すごいね。それでやって、仕事して、ね、レコーディング、ベースの成田が言ったけど、ヨルズ史上最悪。わかりました。ヨルズ史上最高のアルバムができました。かっこいいと思わない？かっこいい。50ぐらいからさ、アルバム作ってさ。これがね、毎月やってくれてるんだよね。ゴールドサウンズっていうそのライブ放送があって、でうちでやってくれるわけ、それもさ、従業員とか全部。そうですよ。これなかなかできないことだよ。毎月やってくれるんだよ。それで、還暦とこれってさ、あ、足りてない。店長40歳は、ゴールドサウンズで。ああ、この規模と違うからな。でもやっぱなんかさ、買いそうよ。これちゃんとやつね。ちょっと想像つかないんですよ。なんかファンクみたいな言葉のつって楽しみ、トールさんのバンド。やっぱりね、今にしたいって言った。タチさんも絶対に東京来るときは正直丸寄ってくれるので。そうだよ。ありがとうございます。あ、もう、しげとよ、なんかね、しげとよがいるらしいからすごくない？しげとよも私はね、楽曲がものすごく好き。ダメ人間とかさ、あの、ことぶきさんとかさ。曲と、あの、声がさ、すごくいい。そう。後半戦は、ちょっとまた別撮りしますので、もう後半もぶっ飛ばしていきますから、楽しみにしててください。